つですね。2ヶ月後かな、決まったので。またね、衣装とかも何着ようって考えたりとか、あと髪型とかもどうしようかなって思ったり、曲もどんな曲歌おうか、なんか多分新しい曲とか歌えると思うから、何の曲歌おうかなと思うし、あとデュエットもめっちゃ楽しみ、誰とできるんだろうっていう。去年はね、矢野さんと未来へで合ってるよね、未来へ、あのキロロさんの曲をやったんですよ。気づいたのあなたが、未来へじゃなかったっけ待って、勝手に作ったかも。キロロさんの曲やった。気づいたのあなたが、あのハモリにすごい苦戦したんですけど、本番で初めて成功したという、そうやつだったり、思い出ありますね。いやでも個人的に3回目のファイナリストライブになるので楽しみです。デュエット楽しみだな。でも組みたい方たくさんいる、てかみんな、皆さんと組みたい、欲を言えば欲を言えば、欲を言えばね。そう、今年もオープニングは客席か登場か、どうだろうね。でもあれ超楽しかったからやりたい。てか今年も立川なんですよ、会場めちゃくちゃ好きだったので、初めて去年だって、なのでまた立てるの嬉しい。もうね、ステージから見る景色もめっちゃ綺麗なんですよ本当に。立川遠い？豊永さんと話したことありますよ。豊永さんとはね、今年はあの挨拶ぐらいしか話せんかったんじゃけど、その前の大会で、あのラストヒロインっていうのに豊永さんが昔出演されてたのをずっと見てたので、その話とか したことあります。見てましたって。そう、めっちゃあのね、みんなから見る景色はちょっと見たことないけど、わからないけど、あの自分たちから見る景色がめちゃくちゃ最高です。24から26休み取るかって。そう、ぜひ来てください皆さん、ファイナリストライブ。うん、3月に下見してきました。すごい準備万端、いろんな方とのコラボ楽しみね、楽しみ。何の曲歌おう、ドキドキ、楽しみ。楽しみです。でも衣装はあの ST の衣装借りることもできるし、自前でも用意できるんだけど、今年は自前で用意したいなって思ってる。なんか結構あの ST の衣装はもうたくさん着させていただいたから、そう今回は自分で選ぼうかなって思います。自前というか、そうやろうかなって思ってます。楽しみ、今からすごい楽しみになってきたてかね、なんかね、今日改めて思ったんですよ。焼き鳥を食べながら思って、なんか今からなんかリアルお話し会とかもあれば、あのハワイもまだ行ってないから、そう行くし、ハワイも行けるし、ファイナリストライブもあるし、なんかすごいね。あとソロ曲もあのまたね、今後いただけることが決まってるしっていうので、なんかね、人生楽しいな人生楽しいなってなったんですよ
ゆきちゃんが何歌うか今から楽しみって。そう、全然まだ何も本当に決めてないからね、楽しみです。あとね、ファイナリストライブの練習もめっちゃ楽しくて、それも楽しみ。どんな衣装着る予定、え、全然考えてないけど、でもなんかあんま着たことない衣装とか着たいなって思う。あんま着たことない色とか、なんか結構まあ曲によってまあ変わると思うんですけど、なんか今まで着たことないような衣装を着てみたいなって思う。逆になんか今まで青系統がやっぱ衣装多いからとか言って、また青系統の服になるかもしれんけど、衣装そうやっぱ好きじゃけんさ、けどなんか全然違う色の衣装着てみたいなとも思う。なんかでも着てみたい色はありますよ。黒か赤か、赤って言ってもなんかあのなんていう赤かな、なんかアンパンマンみたいな色の赤じゃなくて、あのワイン色みたいな赤とか着てみたいんですよね。アンパンマンの赤ってなんて言ったらいいのかな、あ、なんかこういう色の赤じゃなくて、あのワイン色みたいな赤の服とかドレスなんかそう着てみたいんですよね。まあ曲によると思うんですけど、好きな曲歌えるからイケちゃんの選曲楽しみって、そう楽しみにしてください。私もまだ全然考えてないけど、あ、ジャズライブの時はね、黒か赤で悩んでたんですよ、その時も。だけどなんか結構色味的に赤とかが全然いなかったので、なんか一人だけ赤はちょっとあれだなと思って、そこは合わせようと思って、なんか青とか緑系よりの色を選んだんですけど、けどね、あの全然多分ファイナリストライブはもうなんか本当にココが好きな服を着るので、そんなに統一感とかはあんまり多分気にしなくていいのかなって思うので、自分の好きな色を着ようかなって思ってます。何色が着たいかな、黒か赤か、うーん、なんだろうな、着たことない色何がいいかな。青はでもめっちゃ着てるから、まあでもそこら辺着たいかも。とか言って全然また青になってるかもしれないんですけど。あとまた AKB さんの衣装ももしかしたら着れるかもしれないと思うから、それも楽しみだし、ファイナリストライブまでにはまた髪伸びてるかな。7月でしょ、2ヶ月後。2ヶ月って結構ね髪の長さ変わるんですよ。うん、デュエットの相手の衣装とうまく合うといいね。いやでもね、そんなにあんまり関係ないかもそこは。でも去年はなんかもうユニットその時にはもう着替え、次の衣装に着替えてるとかもあったけど、分かんないけど、そう服も髪も自由にね。みちさんの黄色かわいいよね。でも私は黄色ちょっとなんか似合わん。そう似合うのめっちゃ羨ましいなって思うけど、あんま似合わんないんですよね。そう、鬼レンチャンでね、昨日いっぱい名前出していただいて嬉しかったです。うん、
AKB さんの衣装で着てみたいの。いっぱいあります、いっぱいあるよ。君のカップリングウィズの衣装めっちゃ可愛い。あとウィンブルドンも可愛いし、あとなんか バラみたいななんか衣装があるんですよ。それも可愛いし、そう、あとリップグロスの衣装もめっちゃ可愛いし、今回のどうしても君が好きだの制服みたいなやつも可愛いし、いっぱいありますね。フライングゲットも、ポニーテールとシュシュも可愛い。あとラブラドールレトリバーの衣装も可愛い。制服の黄色似合ってる？嬉しい。あ、そうじゃん。制服黄色だ。いつから AKB 好きって。いつから？でも、小学校1年生の時は、めっちゃ好きでしたね。私、渡辺麻友さんが、その時、好きでしたね。うん。めっちゃプッチョ買ってましたよ。あとあれも着てみたい、大声ダイヤモンドの衣装とか。ちょっと待ってね、これプッチョ、懐かしいでしょ、持ってる方多いんじゃないですか。 AKB さんのプッチョのやつ、そう、ポニーテールとシュシュの衣装着たいよ。ウザーの衣装も可愛い。あ、11月ナンクレットの衣装もめっちゃ可愛い。心のプラカドも可愛い。でも私結構なんかね正反対というか、なんか渡辺麻友さんもめっちゃ好きだし、あと板野友美さんも好きなんですよ。だからね、結構正反対じゃないですか。だから私ね、どっちのタイプも好きなんですよね。イコールアイドルは最強ということですね。そう、なんかアイドルって感じも好きだし、かっこいい感じの方とかも好きだし、DD じゃないDD じゃない、そう、どっちのタイプも好きなんですよね。そうだから結構なんか各グループの推しメンさんとかなんか全然結構タイプが違う、なんか偏る人いるじゃないですか。ああ、こういう系統がなんか好きなんだろうなみたいな、わかる人っているじゃないですか。ああ、そういう系統がタイプねみたいな。でも私はいろんな系統のアイドルさんが好きだから、なんかそう推しメンを語った時とかになんかよく、そう、私のタイプわかんないって言われる。池ちゃんのタイプわかんないって言われる。自分でもでもわかんないんですよね。なんかその王道アイドルみたいな感じのアイドルも好きだし、かっこいいアイドルも好き。だから自分でもわからないんです。俺のことかなってどういうこと？どういうことやねん。
私の中ではエキちゃんと特別嬉しい。そう、いっぱいいますよ。でも本当にね、よくわかんないです私も系統が。そう、 AKB さんは今はね、じゃ今現時点で あのいるメンバーさんでとかだったら、 AKB さんは千葉エリーさんが好きだし、あとずんちゃんさん、山根すずはさんとか好きですね。 SKE さんは末永桜花さんとか好きだし、 NMB さんは山本美香奈さんとか、あとさつき愛花ちゃん、さつき愛花さんとかが可愛いなと、推しメンですね、グループ。そうとか、あとね NGT さんはね、あの本間さん可愛い。あと、HKT さんは田中美久さん好きですね。でもなんか鼻になんかほこりが。そう。STU は千穂さん、マイキューさん。好きですね。ずんちゃん同じだって、推しかぶり推しかぶり推しかぶりだ。チームメイトさん、真っ青な空を見上げて誰かのこと、今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね、君にあげたい47の素敵なの街へ歌。え？あ、47都道府県か。びっくりした。え、一件足りなくないとか思った。48だった、それは。都道府県は47だった。都道府県全部言えるかな、どうやろう。いいね、ダラ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 、素敵なの街へ歌いながら会いに行こう、大好きな車に乗ってワクワクするわ、俺は瀬戸内の声好き、最近初めて聞いてめっちゃ嬉れときと、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ STU どうでしょうか。チームメイトの応募があった時受けようと思ったりしたって、知らなかったんですよ。そのなんかオーディション
ってどこでなんかみんな知ってるのか知らなくて、私はその48初めて受けたんですよ STU だから、あのなんでみんなそんなあのオーディションがあること知ってるんだろうと思って、 STU もたまたまツイッターで流れてきたんですよ。だから STU のオーディションがあること知ったんですけど、なんかみんなどうやってそのなんかオーディションって知るんだろうってちょっと思ってたんですよね。だから STU は本当にたまたまあのツイッターで流れてきたので知っただけで、本当にツイッターで出てこなかったら知らなかったので、今考えたらさ、そうだよね、ツイッターで流れてこなかったら知らなかったわ。あの TIFF で発表されたとかも全然知らなくて、なんかみんなどうやってやってるんだろうなって思ってました。なんか小学校6年生の時にあの同級生の子が AKB さんのオーディションを受けてて、そうなんか結構進んだらしくって、その子がで卒業式に来てなかったんですよ、その子が。だからどうやって受けたんだろうって思ってた、その時なんかどうやって知るんだろうって。アッシュの壁に貼ってあるとか、なかった、福山はなかったですね、全然。広島は分かんないけど、そういうのなかったかな。あと私が通ってた福山校はあの結構アイドルっていうよりなんかアーティストが好きな、アーティストを目指してる子が多かったので、あんまりアイドルの話題とかにならなくて、アイドルになりたいみたいな子が全然いなくて、なんかどっちかといえばなんか歌って踊れるアーティストみたいな感じになりたい子とか、ダンスメインの子とかが結構多かったので、そう全然そう STU のオーディションの話とかにもならなくて、全然喋ってなかったですね、受けたこととかも。みつさんじゃないけど入ってきてくれてありがとう。こちらこそ皆さんありがとうございます。その子すごいって、そう。なんかその時にね、なんかお母さんにゆらも受けてみるみたいな感じで冗談で言われたんですよ。 AKB さん受けてみるみたいな言われたんですけど、その時は私はあのここをあの なんていうの、2ブロックにしてた時代だったので全然そのもう小学校1年生の時はあのアイドルめっちゃ好きだったんですけど、小学校6年生の時はすごい尖ってて、あのヒョウ柄の帽子をかぶったりとか、あの蛍光ピンクのマスクをしたりとか、あのはい、ここを2ブロックにしたりとか、すごいあの反抗期だったので、なんかもうゆらも AKB 受けてみるってなんかそうすごい冗談で言われて、なんかいやゆらはそんなんじゃないからみたいないやゆら全然アイドルとか違うからみたいな言いましたね、覚えてるんですよ今でも。絶対アイドルとかできないわみたいな、そんなんじゃないから、ここなんか刈り上げてしかもね、そのね、そうなんか私なんかね、そうなんや、面白いエピソード、そう、それが今では STU のメンバーとして活動しています。もっと清楚の STU 瀬戸内ハイチャンネル。そう、そうなんです。瀬戸内の海のように。そう。
そう、本当にアイドルなんて呼ばないで状態。そう。すごくね。そんな感じでした。あ、そう、マジスカ学園とかなら、あ、まあ出てもいいけどとか言っとったかもしれん。まあマジスカ学園ならまあ出てもいいけど。生意気すぎる。そう言っとったかも、その時の小6の私は。でもなんかそここの刈り上げとかもお父さんと一緒に病院行ったりしてたんです。なんかね、そうで学校の先生に、すいません、ゆらちゃんのあの髪の毛はどうなってるんでしょうかみたいな感じで言われてましたね。電話かかってました、家に。はい、学校の担任の先生から2ブロックで行ったら、それがね、もうここまで伸びてるんですよ。人間はすごいです。お父さん2ブロックじゃないよ。お父さんと一緒に病院行って2ブロックにした。私あの、私ね、ピアスね開いてるんですけどね、でももうこれね2年ぐらい入れてないんですけど、これもお父さんが開けてくれました。マジでやばいんですよ。なんか中学校に入る前に開けたんですよ。しかも中学校ってピアス禁止なのに、わざわざあの中学校に入る前にわざわざピアスを開けたんですよ。意味がわからないんですよね。禁止なのに、禁止だよっていうところに今から入るのにもかかわらずその前にピアスを開けたんですよ。マジで謎なんですよ。やばいですよね。でももう全然入れてません。こっちにね、私ね地味に2個空いてるんですよ。こっちにピアス2個空いとって、こっちに1個空いてるんですけど、今でも入るんかな、わからん。めっちゃ意外って言われる。ちなみに妹はね小3とか4で開けてましたね。お父さんが、はい、また開けてました。小3とかでね、小3とかでピアス開けましたよね。小4とか小3とかで開けてましたよ。妹やばくない？今でも覚えてますね。小学校6年生の時に、確か修学旅行の帰りかなんかに帰ってきた時に開けたんですよ。やばいね。痛かったって、多分まあ痛かったと思う。そう、多分妹は私に負けたくなくて、私が開けた年齢よりも若く開けたかったんでしょう。でもなんかここの軟骨ピアスってあるじゃないですか。ここはなんかパパは謎になんか開けられないって言うんですよ。パパも怖くて軟骨ピアスは開けたことないらしくて、自分が味わったことない痛みは味わわせれないって言ってましたね。なんかそう対抗心妹なりの対抗心
そう、パパも軟骨ピアスは怖くて開けてない、開けたことないって言ってて、私が軟骨開けてみたいみたいな感じでめっちゃ前に言った時に、そう言ったらパパも味わったことないからそれはできないと言われました。そう、なんかそこは一応、そう、ゆらがピアスして公園とか出てたら教えんしそうって。でももうね、もう全く通してないです、これ2年ぐらい。もう存在忘れた、もう多分もう閉じてるかもしれないです。もう分かりません。もうだって逆に今イヤリング買うもん私、もう通してない全く。そう、可愛いと思って、もうピアスとか買わないもん、もうイヤリング買ってます。ゲちゃんパパ会ってみたい、どんな人かなって。めっちゃ変わってますよ。顔はすごいめっちゃ私似てるんですよ。ふとした時の顔とかがめっちゃ似てる。私はもう8割お父さん側なので、顔が。お母さん側のね顔あんまりなくて。今さ、妹がさ、多分私の配信を見てるので LINE してきたんですけど、あの、例えると私のお父さんの顔はあの JY パークにJY パークさんに似てます。あの TWICE さんが所属されてるあの会事務所の方なんで、 JY パークさん、 JYP JY パークさんに似てます、私のお父さん。例えるならば、皆さん調べてみてください。 JY パークさんに似てます。皆さん調べてみてください。だいたい想像つくと思う。わかる？なるほど。確かに、え、私のお父さん知ってるの？確かにって、見たことあるの？公開したことないんやが。あとね、すっごい似てる俳優さんがいるんですよ。なんだっけ？え、じゃあそっちじゃなくて、本当に似てる人誰だっけ？っていう、この話どっから来たんかな。この話どっから来た話なんじゃろ。あ、小学校の話から来たんか。ルル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 、え、やっぱ見たわ見たわ見たわ。あとね、思い出した、そう、人生楽しい話で言うと、あのマイキューさんの生誕出れるかもしれんけん、それも人生楽しいポイントの一つ。そう、あとハワイに何着ていこうかなって、最近ね通販でいろいろ服とか見てて、あとキャリーバッグも私買わんといけんくって、マジで早く買わんといけんのんじゃけど、そう、それも楽しみです。そうだからね、人生ね捨てたもんじゃないですよ。皆さん分かりましたか？皆さん分かりましたか？この配信を見てる皆さん分かりました？結構ね、なんかね、ちょっと前まで私ね、なんかもう人生さ、なんかもうやばいみたいな感じで思ってたんですけど、こういう時も訪れますので、分かりました？急にね、人生最近楽しくなってきてるんで、いや、もともと楽しいですけど、なんかより楽しいなってきてるんで、皆さん捨てたもんじゃないですよ。わかりました？陽キャで行こうって、いや別に私陽キャじゃないんですけどね、私は陽の部分も陰の部分も持ってるので、なんか割とどちらにも対応できるというね。そう、まあ AB 型なのでね。
吹っ切れましたかって。いやちょっとね、やっぱ焼き鳥食べてたら結構人生観変わるというか、はい。今日焼き鳥食べながら思ったんですよ。あ、人生捨てたもんじゃないぞと思って。あと昨日ね、昨日のお話し会でもらったお弁当が美味しすぎてずっと感動しながら食べてました。推し活は今が一番楽しいと思ってる。よかった。焼き鳥は人生観を変えるのか。明日食べに行こう。人生はジェットコースターやから。人生ハリドリ。お、今月メール取りましたって嬉しい。ありがとう。メール今月よろしくお願いします。